どうも、ともやきです。ともやです。今回は、マチュー先輩と、はい、楽天オープンでお会いしました。よろしくお願いします。What's up, guys? エムテンスチャンネルのマチュー先輩です。ありがとうございます。皆さんご存知のマチュー先輩で。ありがとうございます。はい、たまたまちょっとお会いすることができましたんで、これからね、はい、何か一緒にコラボとかできたらいいなと思っておりまして、ぜひぜひ、はい。今、ちょっと関西、関東ということで、はい、ちょっとね、お会いする機会は少ないと思いますが、ぜひ。どちらかでコラボできたらいいかなと思いますので、はい、ぜひコラボしましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では皆さんお楽しみ。楽天カードアリーナは前までの仮設アリーナと変わってちょっと立派なスタンドになってましたね。楽天カードユーザーを守る屋根もついてましたし、それにチャレンジ機能はまあちょっとできないようでしたね。コロシアムの席なんですが、前にも比べてすごく座り心地が良くなってましたね。それに塗装も綺麗になっていて、テニスコートのスコアボードもフルカラーになっていました。そして一番感動したのはトイレが一番綺麗だったことかなと思います。楽天を見た感想として、皆さんにお伝えしていきたいと思います。まずなんですが、外国人の選手の練習を会場について見させてもらったんですが、やはり身長が高いっていうのもあるんですが、すごく打点、ボールを捉えるタイミングの速さに僕はかなりこう目がいったかなと思います。ボールのスピードが速いとかそういうのではなくて、ボールを捉えるタイミングが速いっていうことによって相手の時間を奪うテニスが見れたかなと思っております。球が速いとかいうのは正直言ってそんなに感じなかったかなと。振ってるボールの速さとかそういうのは正直変わりないって言ったらあれなんですけど、なんかこうインパクトがあったとかそういうわけではないんですが、やっぱりボールを捉えるタイミングですね。やっぱり高い打点、早い打点で、早いタイミングで取ることによって、テニスの中で大事な、時間を奪うということをやってることがすごく僕には勉強になったかなと思います。それに、いろいろな練習方法、シングルスだったりとかダブルス、いろんな選手の練習方法を見ましたが、何かこうややこしい練習をしているわけでもなく、まずショートラリーってないんですね。外国人の方って。いきなりロングダリーからパンパンパンって始まって。その時点から、ボールを捉えるタイミングっていうのは早かったですね。はい。で、やはり体つきもそうなんですが、体幹がしっかりして、もう全くブレることのない、1時間。1時間もやってたかな ?40 分とかそういう練習ずっとされてましたね。はい。もう汗だくになってやってありましたね。はい。ダブルスにおいては、ダブルスで出場されている3人の外国人の方の練習を最初に見たんですけど、3人で練習されてたんですね。3人でどういう練習するのかなと思って見てましたが、あ、こういう練習方法あるんだっていう、こう、アイフォーメーションからの形だったりとか、ファーストボレーしてからの形だったりとか、いろんな練習方法、見てきたので、またね、機会があれば動画とか、載せていけたらいいかなと思っております。はい。本当に一番勉強になったのは、これも自分自身も、実践していこうと思っております。時間を奪うということが大事なのかなと、感じました。ボールのスピードを追い求めるんじゃなくて、皆さんも、相手を戻す時間だったりとか、ボールの速さを求めるよりは、そっちの方が大事なのかなと思うので、はい。それもまたね、何か機会があれば、解説できたらいいかなと思いますので、はい。ぜひ皆さんも。プロの試合っていうのは球の薄いなだけではなくて何か得るものがあればいいと思うので、
はい、何か勉強になる動画を僕も作っていけたらいいなと思いますので、はい、楽天の感想としてはこんな感じかなと思いますので、はい、また動画どんどん何かあれば載せていけたらいいかなと思っております。はい、では。